皆さんこんにちは、夏子です。今日はなんと石垣島に行きました。メンバーはうちの両親とうちの弟の家族です。これから3泊4日、石垣動画を撮っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。今レンタカー待ちです。あ、車が来ました。はい、運転しますね。はい、運転、あれは、僕やるわ。すごいね、グアムみたいだ。2時20分でいいよね。うん、その前にはもう、うん、フライトがある場合、釣り缶の前を目安に。あ、そうですね、はい、はい、コンチネンタルホテルに着きました。今から車を止めて、まだチェックインできないけどね。はい、ということで石垣島に着きました。というかもう着いてるんですけど、今回泊まるお宿はアナのインターコンチネンタルホテルになります。じゃあ今から移動してご飯食べ行きます。このカートで移動します。おはよう。寝てたの？移動するからね。うん。おお。すごい。1個下がったところにありますって言ってなかった？大丈夫？いや、そっちから反対だった、ごめん。
今ですね、晩ご飯を食べ終わってきたところです。晩ご飯ちょっとカメラ持ってくの忘れちゃって、私の弟は4階にいますので、4階の部屋に行ってみたいと思います。ここ424、声が聞こえます。こんばんは。誰かパジャマママ、もうパジャママになってるんだ。お邪魔します。パジャマします。明日の朝ご飯なんだけど、どうしよう、明日7時半朝ごはん食べて、そのままで車に行ってってよっか。いや、一回部屋に乗って。